はい。ハッピー世界線の皆様、こんにちは。竹千代です。今日も手帳タイムをしていきたいと思います。ということで、昨日ね、なんか朝さ、めっちゃ暑いとか言ってたじゃないですか。で、結局夜さ、もうほんとドライ入れてて、そうじゃないとめちゃくちゃ暑くて。でさ、まあ、ドライ消して寝たわけよ。でも朝起きたらね、まあ、夜寝てるときよっぽど暑かったのか、布団が全部ね、えーっと、落ちてました。<laughs> もう全部脇に追いやられててあの簡易的なね、えー、布1枚を私は被り、り、えー、他のものは全てね、えー、落ちておりましたということで本日もめちゃくちゃ暑いですあの5月でもそんな感じだったかな私多分ね5月のね去年とかはねゴールデンウィークに1回ぐらい多分ドライ入れてた記憶があるから多分ねあの例年と変わらずな気温だと思うんですけれどもだから今年はねなんかね3 4ヶ月予報とかだと例年よりもねえっ、ー、と高いみたいな気温が高いみたいな予想予報がね出ているので、えー、暑さがね苦手だよっていう人ね、えー、対策バンバンしてくださいね <laughs> 私もそこまでね暑さはね暑さというかなんだろうな私はね えと暑いところから例えば屋内すごい冷房がガンガン効いたところへ行くみたいなその気温差がね気温差であかんってなる人なので <laughs> できるだけねその気温差が生まれないような感じで行動していきたいと思うんですけれどもまあ話は打って変わりまして、えー、ともう多分ね、えー、とその情報が出てるかなと思うんですけれども明日ですね5月29日 の時、えー、時かかららまままあ大体9時ぐらいまででなライブをやりますでそのライブっていうのは何かっていうとラミーのサファリのフィールドグリーンのね漢字リ部が発売したじゃないですかまあ最初うと店舗限定とかねオンライン限定とかでいろいろ発売してたと思うんですけど今もう全国で発売してて で私もね、この漢字2部ね、持ってるんですけれども、まあ、こちらのちょっとライブをね、すると。で、ラミーのアカウントからの配信になるので、うんと、私の多分アカウントはね、多分やらないんじゃないのかなと思うんですけれども、わかんない。それはちょっと、まだわかんないです。<laughs> その状況によりきれだね。私は多分動かないといけないから、そう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 。 動かないといけないいいとけので多分、えー、私のアカウントでは回らないと思うんだけどもしね もし、あの、私の、えっ、ー、と、動画のね、ライブとか、ライブっていうか、インスタグラムのアカウントからもライブ配信できるんだったら、ちょっと私が片手に持って、右手で書くことはできるからさ、だ片手で持って、右手で書いて、みたいなことをね、やりたいなと思います。多分、あれだよね、うちの自分のさ、私のアカウントからの方が見やすいっちゃ見やすいかもしれないよね。 うん、なのでまあそこら辺はねちょっと明日相談してみてさ、えー、できるんであればできるのであれば、えー、とそういうふうにやりたいなと思っております。それかもしうんアカウントからのライブ配信があかん 買った場合動画で私が普通に動画を回しといてそれをまた YouTube にアップするみたいなことができるのであればそれでもいいしそれはちょっと選びますねあの多分ラミーってねあのそのブランドがでかいじゃないですかめちゃくちゃ。 多分このライブとかも、逐一こういうライブをしましたっていうのはね、多分報告を上げないといけないのよ。だからそれの実績を作るために多分アカウントはバラバラのところから、2つのところから配信よりも1つのところから配信の方が、えー、いいかもしれないからさ。<laughs> ちょっとそこら辺はね、わ、えー、からないんですけれども、えー、もし動画を撮れるのであれば、動画を撮ってそれを、えー、また30日にアップとかね、そういう風にできたらなと思って おりますうんうんただそうだねお客さんが入らないようにしなきゃいけないからちょっとまあそこら辺ちょっとわからないあちょっと明日になってみるとわからないので、まあ、ただただ、まあ、ラミーのそのアカウントからライブ配信があるよっていうところだけを覚えておいてください8時からになっております私はもう時間ぴったりに始めたい人なんであの8時ぴったりに始まると思います私が一番ねいやあの何 アーンって思うのはその8時からと言っといて8時5分から始まるとかさ <laughs> 私一番ねもうせっかちだからそれがダメだからなんでなんだったら59分から回す勢いでねえー、っとやりたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたしますということでじゃあ今日もねいろいろねこちらにね書いていきましょうかねえー、っとトゥードゥーリスト今日のトゥードゥーは特には書いてないかよし じゃあ今日のまあトゥ・ドゥ・リストからねいろいろね書いていきたいなと思います。よいしょ あそそうそうこういうさ、メモ帳とかさ、どこで買ってるんですかっていうね、質問いただいたんですけれども、私はシーンで買ってます。<laughs> えっとね、ここら辺も全部シーンかな。あの、これ引っ張るとね、ロール、ロール、こうやって引っ張ると、全部シールになってるんですよ。こういうね。全部柄が違うシール。ま、あ全部じゃないけれども、柄がほぼほぼ違うシールがわーって出てくるような感じになってるものになっております。これはすごくね、便利ですね。今めちゃくちゃ引っ張り出しちゃった。 中にしまっておこうその中の箱をさあやべえ壊してしまった中の箱を開けるとこんな感じになっててそれがくるくる回って、えー、ロールタイプの、えー、シールになってるよっていうやつですねちょっと待って戻しておいていこういうのさ普通にさ発売すればいいのにねあのこっちでもさめっちゃ可愛くないこれいであとは普通に 他のシールねこういうハンバーガーとかのかわいいメモ帳もみんなシーンで買ったやつですね。これも超かわいいよね。私も大好きです。これただランダムだったっけななんかね、柄がいくつかあったか忘れちゃったけれども、多分ランダムだったかもしれないですね。ちょよーく見て買ってないからさ。<laughs> もう全部さ、なんだろう、もうそ,のその時のさ、ノリとテンションで買っちゃってるからさ。 でここら辺とかもこれ付箋なんですけれども普通に1枚の絵としてね使えるやつなんでよしこれも買うときにはねいろんな柄の絵が載ってたと思うんですけどそれもランダムでくる感じだと思いますでまあ普通にねこうシールをね貼ったりとかしてまたハンバーガーだねまたハンバーガーアップパイ ハンバーガー、アポーパイとデカめのシールこれカードだ <laughs> シールじゃなくねこれカードじゃねしかも折れるようになっているなんということでしょうポップアップみたいなこれでも折れてもしさし,し,しょうがないよねちょっと待って他のやつあるかこのやつでえどブックストア じゃあブックストアを貼って、いや、ほんとね、なんかね、もう喋ってるだけで暑いんだけど、もう絶賛南の風がね、えっ、ー、と、こちらにねあの、吹いてきてるのでね、吹いてきてるっていうか、無風か、ほとんど。今、窓開けてるんだけど、ドア閉めてるから、無風状態になってるな。よし。で、このハンバーも適当に貼りますね。 私はまずこの余白をねちょっと若干埋めてからあできのポーチの中身をねちょっと整理しましたポーチの中身をちょっとすっきりさせましたで最近よく使ってるのこれね これライフのあのワードカードなんですけれども、このワードカード何に使うかっていうと、出先でさ,さ、ちょっとメモしたい時とかあるじゃないですか。けど、手帳を取り出すまでもないみたいな。っていうか手帳を取り出すのがめんどくさいみたいなね。そういう時に、このワードカードにボールペでちょちょちょって書いて、で、後で、えっ、ー、と、これを見て、もうこれ外してさ、そのまま手帳に貼っちゃってもいいし、例えば出先でさ、えっ、ー、と、そういえば、 あの本を読むの忘れてたみたいだね。あの本を買って。読むの忘れてたと。読むのを。忘れてた。まる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 という本。っていうのを思い出ったとすんじゃん。 私はもうね本当にねこれはねよくあるあのそういえばあれの本買ったなみたいなさあのもう次々に本買っちゃうのねで私読むとき一気に読むタイプなのなんかあんまりねあの途中途中で途中でやめてっていうかそういうことを、ね、するとねその途中のやつをね読まなかったりとかするから読むときはもう本当に一気に一冊全部読んじゃうんですけれども。 あ読むのは早いんだけれども、でもそれにつけてもね、いろんな本をね、でもフィーリングでさ、わ、これちょっと面白そうだなとかさ、まあ、小説とかよりも今、うんと文芸書とかエッセイとかそういう方が多いんだけれども、例えばなんか情報が載ってるやつとかだと、えー、その本に対してね、その本をパーってペーペーペーペ,ペーってめくった時に、面白そうな情報が一つでもあったら買っちゃいます。<laughs> だってさ、それだけでさ、本っていうのは、私はね、私の感覚としては、本っていうのは、一つの学びが あればそれは買ってよかったっていう本だと思ってるからさ本当にごくごくとたまに数年に1回ぐらい。 一体この本は何だったんだっていうのがあったりとかするけれども、でもそれはそれで面白かったりとかするじゃん。何にも、何にも得るものなかったな、みたいな。な <laughs> んでこの本買ったんだろう、みたいなさ。そういう時もあったりとかするけれども、ただそれはね、あんまり、その本当に数年に一回しかないよ。本当にほとんどない。大体の本はいろんなジャンル、どのジャンルであれ、何かしらの学びとか気づきとかをね。 与えてくれたりとか、あとはその物の見方、あ、こういう物の見方があったのかっていう発見につながったりとかするから、あんまりそのさ、何の一つもの気づきもない本っていうのは、本当にレア中のレアなんですけれども、まあ、そ,そういう感じで私は本買ってね、えー、その本の中で一つでもいい文章、一つでもいい文章って言うの自分がね、自分が心で感じた、 えー、これは素敵な文章だって思う文章が一つでもあればいい。で、情報、新しい情報、自分が知らなかった情報が一つでもあればいいとかね、そういうふうに考えてるので、本を買うハードルっていうのはめちゃくちゃ低いです。なんで、ポンポン買っちゃいます。あんまりなんかその本に対してさ、例えば、もっといろんな情報を得てやろうとかさ、えー、もっと期待してとかさ、そういうふうになってくるとさ、買う自体がさ、なかなかハードルが上がっちゃうじゃん。 で、私はもう学生の頃から先生からね、もうね、本はね、自分への投資だと思ってどんどん買えって言われてたんで、あの、その精神がね、今も根付いてるので、どんどん買っちゃってます。で、どんどん買って、えっ、ー、と、一応読書メモとかもいろいろやったりとかするんだけれども、ただその読書メモも、えー、ちゃんとカテゴリーにね、残して、ちゃんと読書メモっていうノートとか、あ、ごめん、天君起きてた。<laughs> 6書メモっていう、えー、とカテゴリーとかノートがあるわけではなくって私は普通にその時その場で開いていた紙切れにわーって書いて貼り付けるみたいなあママちゃんの誕生日ねそうだねそうだねそうだねハッピーバースデーあ今日お誕生日でしたおめでとうございますおめでとうございますてんくんがねあのママちゃんの誕生日を覚えてるのでね今ねママちゃんの誕生日でやって教えてくれました で、えっ、ー、と、何の話してたんだっけ。まあ、そういう読書ノートっていうカテゴリーがあるわけじゃないけど、その場で書いて、ペッて書いて、ペッて貼って終わりなんだけれども、えー、読んで、えー、もう、もう繰り返し読まないかなっていう本はね、えー、私は、売る本棚っていうのがあって、売る,売る用の本が、えっ、ー、と、溜まっている本棚っていうのがあって、その本棚に入れます。で、ある程度それが溜まったら、えー、ブックオフに売りに行くみたいな感じですね。 うん、結構本はね割とコンスタントに売るかもしれないですねっていうのもたまるじゃん私電子書籍も読むけど紙の本で大体買っちゃったりとかするからさあとはあるのは電子で読んではめちゃくちゃいいから紙媒体でも買おうみたいなねそういう感じの買い方もめちゃくちゃありますねうん,でうん特にさやっぱり一度読んだら別にいっかって思う本はさもうーんそれなりにバン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 たまっていくからさ 割とね、すぐ本棚のパンパンになるかな。よいで、これで書くじゃん。なんで情報カードの話からそれになったんだろう。で、よい書いて、で、お家に帰ったらさ、これそのまま外して手帳にペッて貼っちゃってもいいし、あと本当にいらなければ、えっ、ー、と、捨てちゃってもいいんだけど、私はどんなに殴り書きのね、えー、文字で書いたとしても、それが思い出なので、戻らなくなっちゃった。<laughs> 思い出なので、よいしょ。朝だから全然力が入んない。 思い出ゆえにね、えー、と捨てないで大体貼ることが多いですね。でこれで貼ってそのままさペッと貼ってまあ例えばそれが何か考えなければいけないこと何か思考しなければいけないことだった場合は、えー、とこれをねタイトル代わりにしてノートに貼ってそこから えーと思考を始めるんだけれども何気ないメモとかは普通にこう貼ったりとかね本当あんまり捨てはしないかな私紙に書いたやつはね結構取っとくっていうか手帳のえっ、ー、とネタというか肥やしになるようなね素材だと思ってるので割とどんな殴り書きのやつでも捨てないで取っておくかもしれないですねで家に帰ってからこう手帳に貼るみたいなね そういういいのが多いですで私が使ってるのはライフのやつなんだけどライフのねこういうワードカード普通の紙製のやつもあるしこの表紙がねでも昔からのさそのフォントでめちゃくちゃ落ち着くんですけれどももういろんなところからこういう情報カード情報カードっていうかこういうねワードカードは出ておりますで。それこそ100均とかでも売ってるしこの、えー、と長さにしろ あと、紙の厚み薄、薄さとかそういうのにしろ、いろんなところからいろんなものが出てます。で、ライ f は私はね、学生の時は、あの、釜の表紙のやつを使ってました。もっとでかいやつがあるのよ。もっと結構ね、普通になんかこのぐらいの大きさの、 表紙が変わらないやつで、で、ライフってでっかく書いてあるようなものがあるんだけれども、それちゃんとレフィルも売ってるんだけれども、それを使ってましたね。ただ、えっ、ー、と、今の生活にそのぐらいのメモ用紙がいるかっていうと、そんなでかくなくてもいいなっていうことで、私は、あの、こちらのね、細長の 35×90 っていうサイズ感のものを使っております。 もし自分が使っている手帳がまあ、ミニ6ぐらいだったら多分これ普通に貼れると思うんだけれどもああでもギリ出るかちょっと出るかもしれないねまあ M5 とかさそういうちっちゃい手帳使ってるよっていう人は多分ワードカードってもっとちっちゃいやつはねあるのよ あるのでそういうちっちゃいカードを使ってみるとかね、えー、そういうのでもおすすめですでワードカードは多分買うとめちゃくちゃね紙いっぱいね入ってるもので売られているんですけれどもその紙とかさすごい厚みめちゃやばいじゃんなんで私は必要分だけを入れて、えー、と不要分を外しております不要な紙ねそんなにさこんな分厚いやつを毎回毎回持ち歩かなくてもいいからその不要分を外して自分がまあおよそ 必要だろうと思ったこの分量だけこの分だけやってこれが減ったらもう一回足してみたいなね感じでやっております。このぐらいだったらさ軽いしさなんだったらポッケにも入ったりするじゃん。 で、こういう風になんかリングついてるとさ、これも、これちょっとリングね、すごい硬いからさ、いちいち開閉するの大変だから、例えばプラスチックのリングに変えちゃったりとかさ、もうちょっと軽い感じの柔らかい感じのリングに変えちゃったりとかをしてもいいし、で、そう、そう、うーんと、そしたらさ、あの、普通にカバンのさ、バックのね、バックのキーホルダーとしてもつけちゃってもいいしさ。<laughs> ね。うん、そんな感じで、どこでも書ける環境っていうのを作るために、今このワードカードっていうのはね、めちゃくちゃ使っておりますね。 こんな感じでね、使っております。で、よいしょ。書いていきますか。To-Do リストがあったよね。この To-Do リストに。そろそろですね、リフィルペーパーのこともやりたいし、リフィルペーパー。でも、これはどうだろうな。HB×WA5 はクラシックサイズがメインかなっていう感じかな。 で、今回のリフィルペーパーあ、リフィルペーパーってノートの定期購読の、ええー、と、皆さんに月末にお届けしているペーパーなんですけれども、私ので書いたリフィルをそのまま貼り付けて、えー、解説したりとか <laughs>、これはこういう風になってますとかね、いろいろ書いたりとかして配信しているペーパーなんですけれども、今回さ、私重ね張りとかいろいろやってるからさ、これちょっと、うんと、難しいかもしれないね。どういう風に重ね張りを解説するペーパーにしようかな。 金ねりを解説って書いておくかまあ普通にベッドペーパー作ってもいいけどねペーパーでもすげえ雨降ってきたじゃんょちょっと雨降ってきたから窓をね少しだけ閉めましたで、えー、本日の天気 本日の天気は、雨のち、曇りのち雨だね。曇りのち、暴風雨ですね。 今日もうね、台風の影響でね、あのー、もうかなり風がね、夜、陸上で10メーターとか出てるから、多分、海上20とか30とかになるんじゃないかな、すごい吹くようなね、感じの予報が出てたので、なんでね、もしね、えー、と海っぺりの人はね、えー、お気をつけくださいね。で、えっ、ー、と、昨日は何したっけな昨日は、 私の新しい新しい手帳に向けてのいろんな準備をしましたと。でさ、あの、こういうさ何かを大きく変えたいって思う時がまあ時々こうあったりとかするんだけれども昨日、おとといか何でこんな一昨日だね26日だねなんでこんなに気分をチェンジしたいんだろうとかさそういうふうにさ 考えてたのね。うっすら考えてたの。したらさ、あれなんだって、あの、普通にさ、占いとかさそういうの好きな人はさ、知ってると思うんだけど、5月26日からさ、木製双子崎に突入したんだってね。だからなんか変わったのよ。チェンジしたのよ。だからなんか、それで昨日納得しました。あ、だからこんなに、めっちゃなんか根本からいろいろ変えたいなって思ったりとかしたのか、みたいなね。私、結構ね、あのー、なんかをすごく変えたい。 システム手帳を変えるとかそういうわけじゃなくて、そういうので、そういう、えっ、ー、と、いつもの日常的なことじゃなくて、何かの習慣とか、何か行動とかね、そういうのを根本の部分からいろいろ変えていきたいなっていう、ちょっと自分の中で変革を起こしたいなっていう時って、結構こういう占いとかさ、そういうさ、関係のやつを見,る見たりとかすると、 かなりもうそういう、なんつうの、その星のこの切り替わりの時とかね、だったりとかするので、ああ、なんかあながち自分の感覚全然間違ってねえじゃんみたいなね、思ったりとかしてね、昨日はね、ワクワク嬉しくなりましたね。私の新しい手帳の準備をしましたと。準備をしました。その、 その関連グッズね。関連グッズは多分ね、明日なんだよな、グッズは。明日届く予定と。届く予定でした。なので、私明日さ、もうさ、仕事終わって即東京行かなきゃいけないから、ちょっとね、持ってきてもらわないといけない。多分荷物って、 うーん届いても昼とかだと思うからうーんとでなのでまあ、待ちもんに持ってきてもらわねば <laughs> 荷物をね持ってきてもらわないといけませんとよし <laughs> すごいね雨の音聞こえるこれ <laughs> めちゃくちゃゃく降ってます今日お誕生日の方おめでとうございましたおめでとうございます,います素敵ハッピーな一年になることは確定しておりました ハッピーな1年になることは確定済みなので、確定しているので楽しみましょうと、ご心配なく楽しみましょう。 こうさ誕生日とかってやっぱりさ節目だったりとかするからさそっから多分自分がね新しく生まれ変わるっていうさ、うん、意味もあると思うからなので何かやり始めたいとかさなんかちょっと変えてみたいとかそれ自分の誕生日でそういろんなものを変えてみるっていうのもねすごくいいと思いますあなんかすごいなんか雨やばくなってきた <laughs> 雨めっちゃやばいね聞こえてたらさこれがネイチャーサウンドになるかもしれないですね 聞こえるかなもしかしたら鳥の鳴き声とか聞こえるんだったら雨の音とかも入ってるかもね今若干ねちょっとだけ窓を開けてたりとかするのでもしかしたら聞こえるかもしれないですね雨なのでちょっと青系の青系の紙をちょっと入れてみましょうか「ハリナックスとテープを出して」と。 Linux と各種テープを出しました。で、こういうのとかはちょっとこれで止めちゃいますね。いいしょ。今この紙はこの紙はもう遊びで入れてるだけです。何にも書いてないです。ただこうやってなんか出てたらいいなみたいなね。 この柄が出てたらいいなっていうね。だけで貼っております。もうちょっと明るい紙ある <laughs> もうちょっと明るい色の紙が欲しいな。あ、これかわいいじゃんね。これプラスこれプラスこれでいくか。よし。こうしましょう。これで貼って。よいしょ。よいしょ。 あそうそう多分そのラミーのアカウントからいろんなアナウンスがあると思うのでそれをちょっと見てみてくださいあのインスタグラムでラミージャパンのアカウントが、ね、ありますのでねでちなみに私はこのうーんと手帳に関しては大体いい書くときね YouTube でこう書くときはこのリッチねパイロットのリッチ使ってるけれども普段書く時は、えー、万年筆を使っておりまして ここんな感じででれ全部部漢字で書いた、ねえー、ものになっておりますいつもここのさペンホルダーのところにこの漢字2部の万年筆を、ね、こう入れてるのでねわ、ね、かりますでしょうか「漢」って書いてあるのがね。でもうちょっと、ね、なんか画面で映っているよりももうちょっと深いあの色味ですね。でゴールドクリップになっております。 で今回さ、サファリーでさ、あのー、近辺も発売してるからさ、それもね、ちょっと合わせてお伝えできればなと思います。まあ、漢字二部ってうーんと、太さ的にはね、割と太いです。あの中字ぐらいはね、全然あると思います。書いてて、うん、いつもなんか、中字とか使ってる人は、全然ね、何の違和感もなく書けると思うんだけれども。 もうめっちゃ細いやつとか使ってる人はね割と結構太めだなってね思うかもしれないねさっきのちょっとページでさ見てみるとさこんな感じまあ動画で見るとそんなに太さって感じないかもしれないけど自分でさいざ書いてみるとさ、えー、と案外太くね思うかもしれないからうん 質がもももしできるんだっったららちょととね質させてもらうのも手かなと思います私はもう漢字人部がさ前の漢字人部ね前発売した時って漢字人部あるよあるよという前にさ売れちゃって結局買えずにいたのね買えなかったのだけ,だけど今回のこのフィールドグリーンに関しては私伊東屋で先行発売になるその日発売日に行くことができてでそれでゲットできた次第なんで,で今もう一般でね えーと発売開始されているのでいろんな店舗でゲットできると思いますのでよろししくお願いしますあで昨日さ確認したらさこの手帳もうなかったね、これラミーのラミー×アシフォード×星野桂天帝のえー、と手帳なんですけれどもこの HB×WA25 ミリリングっていうレザーレフィルパッドねなんですけれどももうね紫もえー、と水色っぽいやつも全色売り切れになってましたなんでもう手に入らないです。<laughs> だけど私は明日この手帳持っていきます。あの意外とね、あのー、そのそアッシュフォードコラボのやつって万年筆をセットで販売してたりとかするのね。あのラミーのあれ見てみ、M5 サイズとか特に好きな人とかはね、えこんな手帳あんのみたいなやつが万年筆をセットで売ってたりとかするから、ぜひマジで見てみて。うん、本当にね、超かっこいいねなんか手帳とかが売ってたりとかするから。よいしょ。 なかなかねそういうのってさあの店舗で発売っていうのがないからさ店舗であちょっとこれずれてねかなりずれてねこれやっぱり最初にこうやって貼っとくべきだねこれさほんとさ粘着がねあの貼って剥がせるようなタイプだから強くはないのねなのでやっぱり一回テープを貼ってその上からちょっと仮、うん、その上からちょっと飾り止めみたいな感じで止めるしかなさそうですね あーでこの隙間変な隙間ね入ったね変な隙間を埋めましょう変な隙間を埋めましょうよしでこのちょっと細いやつね細いやつを取り出してこの細いやつをここのね隙間に入れますねなんか別にさその余白とかってあ好きは好きなの余白のある そのさ余白ありきの書き方をしてらっしゃる方はたくさんいるじゃないそういうのを見るのはめちゃくちゃ好きなのむしろすごい好みのね書き方なのねあの余白がいい感じにあっていつでも書き込めるような状態にあってみたいなねめちゃくちゃ好きなんだけど自分がやるってなるとどうしてもね埋めたい衝動に駆られてしまって私はどっちかというともうめっちゃこの余白ね 余白を全部埋めていくタイプの人間ですね。だからね別にさ余白がさうんと自分でやってる時にね許せないとかするんじゃなくてそういうなんか強い感情ではなくって埋めたいなっていう気持ちになってしまうっていうねそのぐらいの、あのー、割と軽めな感情です結構さその余白に対してはさ人によってはちょっと余白があるのが怖いとかさそういうなんかちょっと緊張感が出ちゃうとかさ そういうふうに感じる人もいるだろうから。よいしょ。まあそれはね、個人個人のその感じ方だからさ。よし。で、これをまたここら辺に貼って、ハンバーガーがね、ハンバーガー。ハンバーガーだっけハンバーガーって。<laughs> この間やったのにさ、もう忘れてたっていうね。そして私のツバメの音どこ行ったあれあったったったあたっ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 た。こうってね、思った時にさ、ハンバーガー。 ハハンバーオだ、ね、ハンババーーオオ、ね、うん、ここら辺もね「<laughs> ウォルチーハンバーーとか書いてあるけど <laughs> 私自身は全然ハンバーガー食べませんと昨日も言ったと思うけどねハンバーガー別にあの何て言うの,その健康を意識して食べないんじゃなくてただただそういうハンバーガーが売ってるところがほとんどないっていうね、えー、タイミングがないっていうだけの話ですね すごいザーザーぶりだねこれいい加減聞こえるでしょきっとネイチャーサウンドだと思ってお楽しみくださいでもこんな状況下でもさたまに鳥の鳴き声とかするけどさこういう雨の時って鳥さんどこいるんだろうねいつもさそのさ晴れてる時とか、まあ、昨日もそうかもしれないけど今ツバメさんがね あの飛ぶ練習をしてたりとかしてるのね子供が巣立って巣立ってっていうか子供が巣から飛び出してその生きていけるようにねお母さんが訓練させてるお母さんお父さんが訓練させてる時期なんですよ。であのツバメってその一つの巣でね 一つの巣から巣立っていったとしても、また別の家族が来て、えー、また飛び立っていって、また別の家族が来て、みたいな感じで、巣をね、みんなでね、なんかね、再利用っていうか、シェア、シェア、再利用だね。うん。シェアで一緒に住んでるって、住んでるわけじゃないから、そうだね。一つの家族が去っては、また一つの家族が来て、みたいな感じで、えっ、ー、と、サイクルでね、やってるんですけれども、今はもうその最終なのかな。もう多分、6月とかになったら、きっと飛びだ飛び立っていっちゃうっていうかさ、 え、多分、違うところに行っちゃうと思うんですけれども、今そんな感じで、ツバメさんがですね、 えーと飛ぶ練習をしてる時期なんですけれどもそのさ大量にいるツバメさんね、まあ、他の鳥もそうだけどこういう雨とか風とかやばい日ってまあ自分の巣に帰ってるんだろうけどでもその巣もこんだけさ雨めちゃくちゃ降るとさ絶対濡れたりとかするじゃん,なんか鳥さんって本当ト普段どこにいるんだろうね寝る時とかさだって夜も見ないじゃないですか鳥さんってすげえこんなこと話してたらもう33分になっちゃってよ <laughs> ということで今日はなんかワードカードとかさいろんな 今使っているアイテムについて、ね、ちょっと、ね、ペラペラ喋りましたけれども、今日のページはこんな感じになりました、でまあ、繰り返しになるけど、重ね張り手帳のいいところって、こういうメモ用紙にさちょちょちょいって少し書いただけでね、少し書いて、私の場合はもう背景としてシールとかメモ帳とか可いいメモ帳とか貼っちゃうから余計なんだけれどもすぐ1枚が埋まります、なんで、えー、とすぐ1枚を埋めたい、えー、ボリュームある手帳にしたいとかね、そういう方。であとは 自家書きするのはちょっと失敗しそうでなん,かいいなんか怖いんだよねっていう人とかにはめちゃくちゃ重ね張りのこの手帳術ってめっちゃハマると思うのであと可愛い紙物がたくさんあるんだけど、えー、なかなか消費しきれてないんじゃっていう人とかねそういう方がいらっしゃったらぜひぜひねこういう方法をねやってみてくださいということで今日も見てくださりありがとうございましたではまた明日お会いしましょうではバイチャー